金沢に行く石原選手、見合わせの市場価格トップですよ、はい、なんでトップかっていうとパフォーマンスが落ちない、どんな時でも、はい、ベガルタが落ちても石原選手だけはずっとこう、あ、そう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 、だから本当にね計算できるって、体大きくないのに体の使い方うまいし、安心しても、ね、見てられる選手ですよ。そうですね、サイドバックやりながらもウィングもやりながらもなんとインサイドハーフもできちゃうみたいな、はい、すげえ人をね金沢は取りましたよ。だからね本当にあの金沢の美味しい海の幸をねいっぱいあげてください。そして2年後ぐらいに返してください。ミラセン一のお気に入り選手でしたから本当に、はい、影の MVP ですよ本当に、うんうん、必ずね金沢のチーム力を上げてくること間違いない。元ベガルタの藤村圭太選手とのねコンビネーションも期待という、いやー本当は言ってほしくないけどね2年後返すの大丈夫、そういう契約でお願いします。